エクスペディション・エベレストはディズニー・パークにあるジェットコースタータイプのアトラクションである。ディズニー・アニマル・キングダムのアジアエリアに位置している。旧ラインドロップ部分、ディズニー・アニマル・キングダムのアジアエリアに位置するアトラクション。ウォルト・ディズニー・アトラクションズが設計した。山頂の高さは60.8メートルと、ウォルト・ディズニー・ワールドでは最大の高さを誇るアトラクションである。 旧ラインはイエティを祀っている寺院とイエティに関する博物館をモチーフとしている。アトラクションのエリア周辺はセルカゾンという架空の集落が舞台となっており、イマジニアのジョーロードによるとセルカゾーンの建物はネパールのムスタン群の建築をモデルとしている。理由としてはムスタン群はイエティの伝説の最西端であるとともに仏教以前の原始宗教の一つである。 本教の中心地でもあるため、宗教的な建築が多く家ィの伝説を描きやすかったからでもある、と述べている。また、このアトラクションは、生活の便利さと生育の対比がテーマとなっており、人々の生活に便利な列車が禁断の地を踏み荒らしている点を描いている。ここは氷に覆われたヒマラヤの山頂。ゲストは茶を運ぶ列車を改造した車両に乗って、 山々を通過することに。ここには山の守護神である伝説の雪男イエティが住んでいると言われており、禁断の地でもあった。イエティについての警告を無視して列車は進んでいくものの、目の前にねじ切れた線路が現れ、列車は急停止。そして、ゆっくりバックし、洞窟の壁にはうなり声を上げる雪男イエティの影がありがとうございます。